4年ちょっと前、3年ちょっと前ぐらいですかね、あの親父の応援団っていうサークルがあるんですけど、そこにいる人はみんなそうなんですけど、そこにいるメガネかけた青木さんという方に連れて行っていただいて、俺俺あの相模原なんですけどね、今日相模原から来たんですけど、よく私を連れてるのでありがとうって感じで、あの時はね本当にドキドキものであまり歌えなかったんですけど、最近少し歌えるようになって、いろんなところに出没してるんですけど、で次はあまりライブでは歌わないんですけど、難しい曲でイパネマの娘というボサノバの曲をちょっと挑戦してみたいと思います。
喉が渇いていくまでね。どうしたの？今日はあの神奈川から来たんですけど、向こう島の桜を見て、女子川で降りて花見をして、でついでに権現堂っていうところへ降りて、いやー綺麗だったですね。今年はなんか桜がすごく綺麗で、また栃木に来ると結構工房でよくて、あの花見をさせていただいてますけど、じゃあまだ時間大丈夫なので、私の生まれた1954年に作られたあの Fly Me to the Moon って、最近なんかアニメソングにもなってるのかな。最初はあの、In Other World、 言い換えればっていう曲でできたんですけど、今は Fly Me to the Moon という名前なので聴いてください。 Fly Me to the Moon ですね。Another one.